あすごい緊張しましたけど、あの練習もリラックスしてきたので楽しくできました。やっぱり憧れてる人たちも多いですし、まあ、初めてなでしこに入って初めての合宿になるのですごい緊張しました。まだミニゲームしかしてないのであまりそういう手応えもなく、そういう距離感もそんななく、まあ、明日からそういう風に感じると思うので、まあ、できると思ったらどんどん積極的にそれはトライしていきたいですし、まあ、できないことは試合までにまだ期間あるのでちょっとでも見れるように頑張りたいと思います。やっぱり初めてですけど試合に出るチャンスがあるのは本当に積極的にゴールにこだわってどんどん仕掛けていったりシュートにしていきたいなと思っています。やっぱりフォワードなのでどんどんシュートを打っていくことと、まあ、得点に絡むプレーをいっぱいしていきたいなと思っています。